ホリエモンチャンネル。夏だ海だ、ホリエです。夏だ海だ、ペラダンです。うわうざい。夏だ海だ、よっちゃんです。夏だアイスだ、アイスマンです。それでは今日の質問です。ある程度日本でもクラウドファンディングが浸透してきていると思いますが、今後アートなど特定ジャンルに特化したクラウドファンディングの成長はまだ見込めますでしょうか。クラウドファンディングの将来性やクラウドファンディングの新たなビジネスモデル案などがあればお聞きしたいですという質問です。はい、今日も CD 買ってくれたら水着が見れるかもしれないです。運営が客をついてきましたね。はい、ということで本日のゲストはよっちゃんさんとアイスマンさんです。よろしくお願いします。ということで質問に、答えていきたいと思います。私はこう答えました。投資型クラウドファンディングも始まりましたし、資金を直接消費者から集める的なビジネスはまだまだ成長するでしょうね。特化型はニッチになってしまうので収益はあまり出ないと思いますけどね、というふうに答えました。はい、クラウドファンディング、なんかいろんな業者出てきましたね。まあ、でも手間かかる割に。そうなんですよ。そう、そんなにお金集まらない。そのクラウドファンディングに投資していただいた人たちにお返ししないといけなかったですね。リターンの部分。そのリターンが、結構面倒くさくて大変なんで、そこにコストがかかるから、それだったら、要はクラウドファンディング集めたからお金がほとんど出ていっちゃうから、あまり意味なかったりとかして。まあ、なんかちょっとしたお金持ちの人からお金集めてなんかやった方が結局いいんだよ。そうなんですよ。だからここすごい難しいんですよね。クラウドファンディングのアイディアはいいんだけど、あとうまく成熟してないですよね。あとやっぱりこう小口のお金を出す人ほど文句が多い。あ、そう。あ、なるほどね。そうなんだ。今日は1万とか2万とか払ったから、もうその人にとっては大金なわけだけど、まあ、その事業をやる上では全然なんかね、そんな大きな金じゃなかったりするから、うるさい割に大してお金集まる。平田さん、クラウドファンディングとか使って何かやりました？いや、まだやったことないですね。なんかそれこそリターンが難しいなって思って私はやめたんですけど、なんかこうイベントやったり CD の時にちょっとクラウドファンディングも頭をよぎったんですけど、じゃあチケットいい席でご用意しますって言っても、地方の人がクラウドファンディングでお金を投資してくれてる場合、その額に見合ったそのリターンでは、その額をまず投資してくれなくなるじゃないですか。行けないから、どうせそのライブに行けないからとかなると、なんかちょっとリターンって難しいなと思って。そうなんですよね。小さな企業だったら僕もクラウドファンディングじゃなくてもっと寄付で、ね、募った方がいいと思う。募金、リターンなしの寄付で、それで100万円ぐらい集めたりとか、まあ、1000万円までぐらいの金額だったらもうそっちの方がいいのかな。で、3億5億ってなってみたら、このクラウドファンディングで大きな予算が取れるんだったらいいんだけど、ないじゃないですか。ないね。だから100万円ぐらいは寄付の方がいいかな。ということで告知をね、はい、告知の前にアイスがあるんだ、ね、ラストアイスですか。なんか俺のイタリアティラミスアイス。こんなの出てるんだ。あ、じゃあ何ですか。俺のアイス。俺のイタリア。これはどこで売ってるんですか。なんかファミリーマートとかで買えますね。はい。ファミリーマートで買えるってことはセブンでも買える。セブンイレブンは置いてない。今置いてないですね。これなんかちょっと上のチョコレートがパリって固まってるのがいいですね。そう。ココアパウダーがね。ほら、こんなこと一言も言わないもんね。ココアパウダーのぎっしり詰まってる下に薄いチョコレートの層があって、それを崩しながら食べるんですけど、そうこれいいんだよね。それちょっとパリッと口の中でね、それしか言ってないじゃん。そういう食感になるのが、ね、すごい美味しい。そういう感じで美味しいんですよ。アイスちゃんテラダ。アイスちゃんテラダ。アイスちゃんテラダ、いいじゃん。アイスちゃん、アイスちゃん、アイスちゃんテラダ。ということで、あと iPad のほら、はい、はい、ということで、iPad 鹿児島アミュープラザ鹿児島で開催します。9月の15日から20日の5日間開催しますので、ぜひ鹿児島にいる方はお立ち寄りください。はい、はい、
そしてですね、寺田駅9月30日から10月4日まで舞台に出演します。ENG さんの第3回公演、関ヶ原で一人という舞台です。S 席が10分で完売してしまったので、A 席狙うならお早めにということでよろしくお願いします。S 席と A 席は何が違うんですか？近さと S 席は特典がついてるんですけど。特典は何なの？特典は写真ですかね。はい。あとですね、せーのでジャンプ CD も発売中なのでよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ということで、本日もありがとうございました。はい、ということで。YouTube チャンネルもよろしくね。